MT-10 は、ヤマハ発動機が製造販売するオートバイである。2015年にミラノショーで、XSR700、XSR900 と共に発表された。その後欧州市場向けに先行発売された後、日本国内仕様として、MT-10ABS 及びセミアクティブ電子、制御サスペンションを採用した。 MT-10 SPABS が2017年5月16日に発売された。なお、北米市場では FZ-10 の社名で2016年モデルより販売されている。2017年12月、ブルーイッシュグレーソリッド4のボディカラーが MT-09、MT-07 MT とともに、バイクでは初めてオートカラーアワード2017グランプリを受賞した。 エンジンは直列4気筒クロスプレーン型タクランクで同社のイズフ、R1 などに採用されていた構造である。車体構成はアルミ製デルタボックスフレームである合成、強度ともにバランス調整されている。55mph2015 以降ーミラノショーヤマハブースから想像した未来のヤマハヤマハ、発動機、2017年ダイレクトなく動力を得られる。 クロスプレーン型クランクシャフト採用のスポーツモデル MT シリーズの最高峰 MT-10 MT-10SP を発売ヤマハ発動機2017年3月10日速報オートカラーアウォード2017グランプリ決定日本流公色協会2017年12月16日ありがとうございます